平らちかは、平安時代末期の苦行。官務兵士高宗王流、造作大臣、平時信の次男。高倉天皇の外王子。かには、せ二位、中納言。幼くして、父、時信が没したために、いぼ兄の時忠ただの庇護下で育ったとみられる。絵文城を経て、英略元年に六位蔵人となり、翌十月に除釈された。 その後、イボアネの茂子に引き立てられて、実務官僚としての道を歩み、上安三年には三次検体になっている。また、丹波局所生の第十王子、精進法神脳の養育に当たったことで、茂子のみならず、後白河法皇の絶大な信頼を得る。平野清盛の遠赤につながる一人でありながら、イボアの時忠と年齢が離れていたこともあり。 安元二年の研春猛院の放御後も一貫して、後白河法王の側にあった。そのために、自称三年の政変で、院の近親の一人として、宇宙弁の官職を説かれている。要は元年に、清盛が没し、後白河法王の院政が再開されると、復権して十二月には、右大弁建造人等に任せられ、受栄二年には三義に任せられ、苦行に列。 こうした経緯により、樹永2年に、兵士一門が都落ちした際には随行せず、都に止まったが、同年12月の木曽義仲によるクーデターで、開館される。翌年には、木曽義仲の失脚後に、13位に除せられ、三位にも官任するが、文治元年12月には、高品安常、平友康らと並んで、 源の義経支持派としての行動を、源の頼朝に弾劾され、またも、下官の浮き目にあっている。文治4年6月に大納言、源貞夫が出家して、現氏長者の象徴である、淳が、小学寮院別当の職が空席となった。公認には県中納言、土御門道家が就任することが有力視されていたが、近宗は参議。 左大弁でありながら、兵士も王村であるから両院別当になる資格がある、と主張して、道地下を激怒させた。正治元年に、正二位、中納言に助任されるが、これを極寒として、同年七月十七日公挙、去年五56、折しも、泉国にて、事業国主である地下宗と、幸福事業の荘園が対立を起こしている、最中の急姓であり、春すが権元期には、 近宗の死をはる、日大明神の新罰であると記している。平氏一門の中では、平の茂森一家に近かったとされ、娘の一人は、重盛の長男、これ森の側室になっている。その反面、平宗盛とは疎遠で、清盛の没後に、法王の近親として、献世を振るう近宗に対し、宗盛が、天下の乱れは、近宗ら近親のせいであると本人に向かって、 直接避難したという。また別の娘は、西恩寺工業との間に、当院実を生んでいる。歌集として、中納言近胸集がある。また日記として、近胸狂気を書き残している。日付イコール旧歴。ありがとうございます。